はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエスト10続きやっていきたいと思います。動物界クエストの続きですね。をよく来てくれたデンス、動物界としての腕を上げているボッコさんにお願いがあるデンス。実は厄介なことが起きたデンスよ。ボッコさんが倒してくれたこの前の偵察兵たちを覚えてるんですか？ご主人様の調べによると、あの偵察兵たちを派遣した地上制圧隊の本体がこの世界に現れてしまったようなのです。おそらく奴らはご主人様に強化薬の量産を続けさせるため魔界に連れ戻そうとしてるデンスよ。以前ご主人様は地上制圧隊の命令で奴らの肉体を強化する薬を作るよう命令され、見事その開発に成功したデンス。そしたら今度はその強化薬を量産するよう命令されたんですが、そんなの当然ご主人様の望む研究ではなかったですよ。ボッコさん、ご主人様のためにラニ悪化断層隊のラニ大洞穴の最深部にいる本体の連中を倒してきてもらえないですか？はい。お、ありがたいです。本体には腕利きの連中が揃ってるですから気をつけてほしいです。よろしくですよ。はい。ここですね、ラニの大洞穴。おー、なんかいろいろいるけど。はい、一番奥まで来ました。345ってね、今回撮ろうと思うので、まあ移動とかはね、結構時間かかったりするんで、カットすると思います。さて、デルクロアの捕獲任務に向かうか。言っておくが、殺し屋なんぞ、せいぜい、いたぶるだけにしておけ。うん？貴様、偵察兵の報告にあったデルクロアの仲間だな。ちょうどいい、アストルティアの猿がどれほどのものか試してくれよ。竜騎兵だよね、これね。地上制圧隊本体。獣じゃねえもんな、これ。竜だよ。一応技とかもあるから。これ、横に置いといた方がいいな、これさすがに。あ、老化好きでいいや。相手がいなくなりまくってってる。うん。お、これだったら、2体当たる。あ、違う。フライ、ジゴスパ。あ、倒した。仲間強ですね。ガハ、我らが敗れるとは、貴様ただの猿ではないな。くくく、だが残念だったな。この世界に来た本体は我らだけではない。そう、隊長ゴルゴンザ殿がすでにデルクラーの元に向かっているはずだ。ゴルゴンザってなんだ。ゴルゴンゾーラ、違うな。あ、ボコさん、大変なことが起きたです。こっちに来るですよ。ご主人様がゴンゴルザに去られてしまったデンス。この身を盾としてでもご主人様を助けたかったデンスが、僕は訳あって戦えない体なんです。ただのタンスのふりをしてやり過ごすしかなかったデンスよ。情けないデンスね。そんなことよりご主人様の手によって強化薬が量産されたら地上制圧隊がこの世界に攻め込んでくるかもデンスよ。でも奴らが魔界に戻るまでにご主人様を助け出せればまだ希望はあるデンス。ボッコさん、今回のお礼デンス、これからボッコさんが強くなるのに役立ててくれば嬉しいデンス。そしてご主人様を助けるために準備ができたら、また動物界になってここに戻ってきてほしいですよ。魔界への門を開いているはずですよ。バトルガジェット1号、タンス。え？二度と戦えない体になった。
道具使いの強さを示してほしいです。タンスの奥義。さて、まあ入ったらこれはね、クエストを受けれるパターンだよね。よく来てくれたです。道具使いとしてさらに強くなったようで、さすがはボッコさんですね。ちょっとお話があるですから、こっちへ来てほしいです。ご主人様をさらった隊長ゴルゴンザですが、当分は魔界に戻れないと思うです。というのも、魔界に戻るためには魔界へ通じる門を開く必要があるですが、これには結構時間がかかるです。今頃奴らはこの世界のどこかで魔界への門を開いているはずですよ。この間にご主人様を助けなければならないですが、今のボッコさんではゴルゴンザには勝てないです。でもご主人様が編み出した道具使いの必殺技を習得できれば、きっと勝機が出てくるはずですよ。お願いです、ボッコさん、ゴルゴンザに勝つために必殺技を習得してもらえないですか。はい、おお、ありがたいです。では必殺技を習得するための準備としてやってほしいことがあるですよ。魔物を従えている状態でゴブル砂漠西などにいる人食いサーベルを5匹倒してきてほしいです。必殺技を習得するにはこの特訓がどうしても必要になるです。それではよろしくですよ。まあ理由は何でか分かんないけど、まあやることにはなるんだろうね。なんで人食いサーベル5匹倒さなくちゃいけないんだろう。まあそこ行ってね、倒してまたここまで戻ってきますね。いましたね。これですね、人食いサーベル。ドラゴンクエスト4に、まあ、出てくるモンスターですけどね。まあ、5匹なんで、とりあえず1匹目は、まあ、普通に、まあ、倒しますけど、もうずっと老化付きやってればいいんじゃない？ナイフで倒すとか言ってないもんね。じゃあカットしますね。フォースブレード。もう特訓をこなしたですね。では最後の仕上げですよ。ボコさん、マスターキーを取り返してもらっていいですか。はい、マスターキーを取り出した。ボコさんが特訓をこなしたおかげでキーにパワーが溜まったです。おかげでリミッターが解除されたですよ。さあ、そのマスターキーを使って僕の2段目の引き出しを開くです。その中にあるものを取り出すですよ。その本はご主人様が長年の研究の末に編み出したという道具使いの必殺技の習得方法が書かれたマニュアルです。その本を読めば道具使いの必殺技を習得できるはずですよ。お、強化ガジェットゼロ式を覚えた。何それ。強化ガジェットゼロ式を使うと20秒間攻撃や呪文の回心率とダメージをアップする。魔法陣が自分の足元に出現します。必殺技は戦闘中に必殺コマンドが現れた時だけ使います。暴走魔法陣みたいな感じかな。その必殺技があれば隊長ゴルゴンザとの戦いを優位に進められるはずです。前にご主人様には夢があると言ったのを覚えてるですか。実は隊長ゴルゴンザを倒すことこそがご主人様の夢だったですよ。そしてそれは僕の夢でもあるです。タンスが自分の戸棚を開けると、なんとたくさんの道具が飛び出した。僕の中にはご主人様が集めてたアストルティアで使われている道具がたくさん収納されているです。魔界にいた頃からご主人様はこの世界の住人が作った道具を集めることが趣味だったです。この世界の道具に魅せられたご主人様はやがて好きが高じて道具の能力を引き出す研究にのめり込んでいったですよ。だけど魔界の連中は意味のない研究などせず、強化薬の開発を続けるよういつもいつもご主人様に強く言ってたです。ある日ご主人様は自分の研究の価値を証明すべく道具を使った自作の戦闘兵器でゴルゴンザに勝負を挑んだです。その戦闘兵器こそがこの僕バトルガジェット1号だ、タンスだったですよ。え、何、バトルガジェット1号タンス。あ、なんかそんなの書いてあったんです。そういえばね、
バトルガジェット1号ターンですね。僕はご主人様の期待に応えようと隊長ゴルゴンザと戦ったですが、これ左のかな、ボロボロに負け二度と戦えない体になったです。敗北を喫したご主人様はあいつに勝つには道具に、扱いに長けたアストルティアの住人に力を借りるしかないと判断したです。そしてご主人様と僕はこの世界に来て最初に出会ったものにキーを与えたです。それがボッコさんだったですよ。ああ、じゃあ来たばっかなんかな。ボッコさん、ご主人様の研究をかけらも理解しようとしなかったあの巨人に道具使いの強さを示してほしいです。巨人なんだね。今のうちに修行してあの巨人を倒す心の準備ができたらまたここに戻ってきてほしいですよ。僕はそれまでに奴らの居場所を探しておくです。こっちの世界に攻めてくるですよ。貴様の力を信じるのだ。さあ来い道具使い。もうあこんなんなの。これからは道具使いの時代だ。道具使いの時代、労働部道具使い、じゃあね、とりあえず50まで上げてきますね。そしたらこれ受けれるようになると思いますので。ですよね。え、紹介された？待って、受けれんのかこれ。あ、50まで上げなくてもいいかも。道具使い必殺技を呼んで、必殺技を習得した道具使いをタンスが待っているようだ。あ、じゃあ50上げなくていいのこれ。まあ、そうだね。この道具使い配信された頃は他の初期業とか、絶対50全部なってるとか、なってても普通におかしくないので、まあ、パッシブで普通に50以上の強さあるから、そういうことか。じゃあ言ってもいいかな。今だったら50まで上げてきてとか言われるんだけどね。5ずつだったけど、今までそうだったんかな。あの魔物使いとか、ちょっとあんまよく見てなかったけど。おう、待っていたですよ。ここまでの道のりを一緒に歩んできたボッコさんだけが頼りです。受けれんね、普通にね。実はご主人様を連れ去ったゴルゴンザ一味の居場所が分かったです。ゴルゴンザはプクランド大陸のメギストリス領にあるメギラーザの洞窟の最深部にアジトを構えているですよ。ああ、なるほど。そこで奴は手下たちに魔界に戻るための門を作らせているですよ。門はもうすぐ完成しようとしているです。このままじゃご主人様は魔界に連れ去られ、強化薬が量産されて強化された地上制圧隊がこっちの世界に攻めてくるですよ。ご主人様の夢は自ら生み出した道具使いが生まれついての強者、隊長ゴルゴンザを倒すことです。ボッコさん、これが最後の頼みです。隊長ゴルゴンザを倒してもらえないですか？これは僕の夢でもあるです。まあ、そうだね。お、ありがたいです。僕の夢もご主人様の夢も全部ボッコさんに託したですよ。魔物を従えた状態で行ってゴルゴンザに道具使いの強さを見せつけてやってほしいですよ。だから要はね、50まで上げないと、これね、今97までなんですけど、道具範囲化術っていうのがね、100で覚えるらしいんですけど、だいたいね、50まで上げるとね、まあ100までスキル溜まってるかな、みたいな。で、懐きやすくするっていうのがあるんだけど、110までね、まあ覚えるにはレベル上げなくちゃいけないので、まあどこからかわかんないけど、まあ上げなくてもいいみたいね。武闘家とか戦士とかね、30で受けられて、そこから5ずつね、上げないと受けれなかったので、まあそうかなと思ったんですけど、メギラザって言ってましたね。メギラザも結構あるみたいなんで、ここもさーっと抜けちゃいますね。そこまでカットします。はい、奥まで着きましたね。ここ攻略すればじゃあ終わりかな。結構早いね、じゃあね。あれ？こんな色してたっけ？黄色くなかったっけ？なんかさっきの。隊長殿、ゲートはすでに完成しております。そろそろ魔界へ戻られますか？お？いや、戻るのはまだだ。こやつが言う動物使いとやらが来るまで待つとしよう。サイクロプスの色してっけどね。お、おう、ボッコ。おほ、お前が道具使いか。待ちかねたぞ。魔界を抜け出してまで、ケアメントしたデルクラーの研究成果がどれほどのものか見たくなってな。聞けばデルクラーの夢というのは、自らが生み出した道具使いの手でこの私を倒すことらしいではないか。
ならばお前を倒し、その夢を粉々に打ち砕けば、こやつも私の言うことを素直に聞くようになるだろう。ゴルゴンザは小さな瓶を取り出すと、そのまま一気に飲み干した。あ、そういうことか。なんかさっき黄色いの見えたもんね。サイクロプスがこうなるの。ってことだよね。ぬぬぬのあいつめ、我が輩の強化薬を使うとは本気だな。道具使い僕よ。今こそ道具使いの進化を見せるとき、貴様の力を信じるのだ。さあ来い、道具使い。50じゃなくても戦えんだね。これ多分証もらえるよね、またね。巨戦機ゴルゴンザ。まあ、ここら辺ね、まあ、貯めればいいので、スペルガードとか。これじゃないもんね。ボーラ好きでいいや。ここら辺から撃てば。お、ロビンだ。まあ、せっかくなんで、ね、ロビン、あ、まあね、今強くないけど、仲間がね、強いんで、ね、普通にいけると思いますけど。シドスパーク。初めてなんだけど、見たいけど、届かない。583とか食らった。サミナル好き。自分の場。邪魔だね。ちょっと、サミナル好き。あ、ランドインパクト。逃げろ。ダメだ。攻撃、こっちね、コマンド入れた時にね、あれ使われるとね、技打ってからしか動けないので、使うと分かっても逃げられないですよ。一戦突きの方が当たればダメージいったり。まあまあそうなんだけどね、回収一撃出るか外れるかどっちかなんで。あら、まあ瞬殺ですね。まあ瞬殺でもないけど簡単に倒しちゃいましたね。一応ですけど、自分のね、このレベルなんですけど、に近くいい仲間しか本当は雇えないんですけどね、フレンドさんレベル関係ないので、まあ本当にね、強いフレンドさんがいるとこう簡単にいきますね。バカな全力の私が破れるなど、道具使いこれほどのものか。出るくらいよ。どうやら私が間違っていたようだ。いや、間違ってないフレンドさんが強いんだからね。お前の研究は十分実践に役立つ。魔界に戻ったらお前専用の研究所を用意することを約束しよう。そこで好きなだけ道具の研究をするがいい。我が輩専用の研究所、それがあれば。バカめ、答えはノーだ。なんだとお前本気なのか。ふはは、今更魔界になど興味ないわ。我が輩の研究を最大限に生かしてくれる原住民ボッコに出会えたのだからな。さあ、とっとと逃げ帰って魔界の貴族どもに伝えるのだ。これからは道具使いの時代だと。己、覚えておけよ、デルクロア。お前は魔界の大貴族であるあの方に反旗を翻したのだ。いずれその決断を後悔させてやるわ。な、まだあんのこれ。これで道具使いこそが最強だという我が輩の考えが正しいと証明されたな。僕よ、すべて貴様のおかげだ。貴様は我が輩にとって実に素晴らしい道具であったぞ。道具なんだ。道具使いもまた道具という。じゃあ、戻ろうか。おう、ご神様から聞いた伝説。あのゴルゴンザを倒すなんて、ボッコさんはすごいです。ご神様と僕の夢を叶えてくれたボッコさんこそまさしく真の道具使いと言えるですよ。さあ、真の道具使い、ボッコさん、これを受け取ってほしいです。おい、道具使いのお菓子。ご神様が趣味で始めた道具使いをアストルティアの人が極めるなんて、僕は感無量です。職業の歴史に新たな1ページが加わり、まさに道具使いの時代が到来って感じですね。なんか貴族がいるって言ったよね。また別な機会で出てくるのかな、それは。なんかレベル上げたり、まあ進んだらね、職業によって、なんかクエストがあるんかもしれないよね、もしかしたらね。それかこれをクリアしないと受けれないクエストとかもあるかもしれないし、まずそこら辺はね、まあやっていかないとわかんないですけど、クエストナンバー見たらね、
まあ、そのナンバーにね、メインクエストが近づいてきた時とかね、やればいいんじゃないかなと思ってるので。まあ、一つ分かったのは、50まで上げなくても、ここら辺のクエストはもうね、いけるってことですね。1個上がったね。そうですね。ということで、動物界の証だね。それって何なん？これだ。メタルな魔物に会いやすくなる動物界のメタル。お、メタル系に会いやすくなるんだ。お、いいね、それはね。一応紹介されてるものがメインでね、これね、ルセンダからの課題ってあるんですけど、これグランゼドーラ王国のね、クエストみたいですけどね、アラハギーロの玉座池って書いてるんで、まあなんかあるんでしょうね。はい、ということで今回これで終わりたいと思います。じゃあ次回またね、メインクエストとか混ぜながら攻略していけばいいかと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。